新年会から二次会への移動中、コンビニで男友達はスイカバーを買ったんで、てっぺんちょっとかじったところで、やばい酒のせいで食えないと俺に回ってきた。俺、スイカバーの味は好きだけど、歯がキーンとなるからなかなかかじれない。四苦八苦して、上三分の一ほど食べたあたりで、コンビニから出てきた彼女が、あれ？スイカバー買ったの？大丈夫？と心配してくれたので、友達が一口食べていらないってくれたんだけど、歯の菌が収まるまで食べて、とお願いした。彼女も俺と同じで、歯が菌となるので、スイカバー苦手、後陣の歯型とかが嫌い。でも、若干溶けかけてきてたので、誰もかじってない皮の方から、隅っこちょっとずつカリカリかじって食べてくれていた。すると、別の先輩が、彼氏くんのアイス、私もちょうだい。と、了承も得ずに、俺の歯型がついたところをパクリ。俺も彼女もドン引き。他の先輩が、人の彼氏のアイス食べちゃダメでしょ。と、即座にいさめたけど、彼女は、無言で、俺にアイスを返し、俺は、アイスを、そのまま袋に入れて、ゴミ箱に捨てた。食べた先輩は、英語とは彼氏くんのでしょ。なんでダメなの？捨てるならくれたらよかったのに。彼女は、はっきりと、先輩の歯型ついたアイス食べたくないですと言ったので、俺も、食べさしよう。彼女以外の女が食べるのは気持ち悪いですと、はっきり伝えた。先輩は、うざ、キモ。先輩に、何、その口の聞き方。と怒ってたけど怒りたいのはこっちだった。